源氏物語別本修正は、源氏物語の別本を中心とした講本である。陽明文古本を定本にして、源氏物語の写本のうち別本に分類される、写本を中心に行為を収録した講本である。源氏物語の主要な写本については、英印本や、本国本の出版が進んでいるが、現在でも、なお英印本や、 本国本が存在せず写本の現物を直接調査する以外にはこの広本でしか本文を確認できないものも多い。E. 春樹、伊藤成、小林茂美を中心に構成された、現氏物語別本修正観光会によって、欧風から1989年3月に観光を開始され、おおむね年一冊のペースで発行され2002年に当初の予定通り、 全15巻を完結したが、新たに発見された写本など、これに収録しきれなかった、書写本を対象に新たに編集した、源氏物語別本修正。続全15巻の刊行を2005年より開始し、これもおおむね年一冊のペースで刊行されてきたが、初版の事情で2010年7月刊行の、源氏物語別本修正続第7巻をもって、 ひとまず、源氏物語別本修正続の観光を中断することとなった。このシリーズの観光が、源氏物語の本文研究において、青表資本や河内本と比べてはるかに、遅れておりほとんど手つかずであり、重要だと言われながら、未整理のまま排斥されている状態の別本の世界、別本に視点を定めた、源氏物語の研究は極めて困難であるとすら、 言われる状況にあった別本を中心とした、源氏物語の本文研究を進展させ、青表紙本や別本の再評価につながったとされる。格上、写本単位で、本字、構成及びコンピュータへの入力、修正をそれぞれ別のものが担当しており、総勢80人の学者が参加しており、どの巻の、どの写本のどの作業を誰が担当したのかはすべて、 作業担当者一覧に掲載されている。これらの学者が調査した写本は延べ376条に、及び54条のセットに換算すると、約7セットになる。源氏物語別本修正続では、源氏物語別本修正に未収録であった約20写本を対象にしている。源氏物語別本修正続の作成は、 特定非営利活動法人、源氏物語の会の支援を得ている。なお、この、源氏物語別本修正は、本格的な、国文学研究でのコンピュータ利用の実践としての、側面も持っており、源氏物語別本修正第1巻には、本書のデータを、フロッピーディスクでの提供を予定している、旨の記述があり、そこで使用した本文のすべてを、 データベース化しているので、適当な時期に各種別本本文を電子テキストとして利用できるようになるはずであるとしている。源氏物語は紫式部による原本は発見されておらず、おそらくすでに存在しないと考えられている。しかし源氏物語は日本を代表する古典文学として古くから部分的にのみ残っているものを含めて多くの写本、版本が存在している。 そしてその中に少なからぬ異文が含まれているために、源氏物語を正しく把握し研究するには、きちんとした広本の存在が不可欠である。源氏物語の広本としては、古月書や首書、源氏物語といったルフ本に、河内本などから異文を書き加える形で作られた、いくつかの活字本に始まり、1942年に、 池田機関によって作成された、行為源氏物語及び、それを含む形で編纂された、源氏物語体制行為編ができてからは、これが広く使われてきた。しかしながら、この源氏物語体制は、といった、作成当時から存在した、様々な制約やその後の源氏物語の、本文研究の進展に伴って様々な問題点が指摘されるようになり、 1970年代には大きな誤りなどはないものの精度の高い後本とは言い難いものでこれに基づく研究は不可能とは言えないが限られたものにならざるを得ないとまで言われるようになってきたためこれに代わる学問的な研究に耐えうる後本の作成が強く求められるようになってきた当初この源氏物語別本修正は 計画の初期段階では、上記、源氏物語体制にちなみ、源氏物語別本体制の歌唱を与えられていた。別本研究の進展し別本研究の重要性の認識が深まるという状況の中で、当初は別本として初めて複製本国された、陽明文庫本に続いて、主要な写本を順次複製本国していくことも考えられたが、時間的。 経済的その他の理由から容易にできるものではないため、その時点で最前本と考えられた、陽明文古本を定本にして、他の主要な別本の写本の行為を示し、一冊で主要な別本の写本の本文を一覧できる広本を目指したものである。本書における別本の定義について、当初は、源氏物語別本修正などにおいて、池田機関が、 昭和初期に定めた定義に従って、青表紙本、河窒本、別本という三分類をとって、青表紙本でも河窒本でもないものを別本とする、という立場をとっていたのに対し、安倍昭雄に始まる近年行われている、青表紙本を呼び、別本という概念の再検討の成果を受けて、源氏物語別本集成製では、青表紙本と別本という区分をなくし、 河内本とみなせる、写本以外はすべて別本であるとの方針をとっている。別本に分類説この源氏物語、別本修正では、定本には、基本的に、陽明文庫本を使用している。これは、青表紙本でも河内本でもない本文を定本にする、ことによって、それらを、客観的に見ることができるようになることを目指している、ためである。陽明文庫本は、 多くの筆者によって書者された、牧によって、青表紙本や河地本を含むことがある、取り合わせ本であり、一部後の時代に著写された薪もある、ものの、多くは、鎌倉時代に書者されたもので、平安時代の注釈書である、源氏尺に惹かれた本文や、源氏物語絵巻の言葉書きに近い本文を、含んでいる、本文研究所を重要な写本である。ただし、 陽明文庫本には、青表紙本の本文を持つと考えられた巻も存在するため、源氏物語別本修正ではそれらの巻については、別本であるとされた麦製本や穂坂本を定本にしていた。これに対し、源氏物語別本修正族では、別本の概念の見直しに伴い、河内本とみなせる、写本以外はすべて別本であるとの方針を取ったために、 全庁にわたって、陽明文古本を定本にするようになった。以下の写本との競合を行っており、各条ごとに定本を含めて7種教の写本を取り上げて比較していることになる。競合している写本の中には一部に定本としても、使用されている麦製本や穂坂本も含まれている。競合している写本の中には書写者や書写時期、 書写された本文の性格の異なるものが含まれる、いわゆる、取り合わせ本も多く含まれており、一つの写本の中でも本文が、青表紙本や河内本であるとされる巻については、収録されていない。ただし、これらの別本とは別に、別本としての本文の位置づけを明らかにするために、代表的な青表紙本、または、大島本と代表的な河内本について全庁に、 渡って対抗している。またその他に、平安時代の本文資料として、源氏物語絵巻の絵言葉との比較も行っている。採用された写本はすべて原本を直接調査するか、写真版やマイクロフィルムなどによる調査ができた写本に限られており、11位、霊古本や阿物日本といった、活字本による調査しかできなかったものは、採用していない。 天理大学附属天理図書館が所蔵する貴重な写本が数多く取り上げられており、編集経過を覚書きにおいて定本となった陽明文庫本を提供した陽明文庫と並んで特に写字が記されている。写本の略号は原則として各写本の名称の頭文字であり、源氏物語体制にあるものについてはできるだけ。 同書で使用されている略号と同じになるようにされている。源氏物語別本修正族で競合している写本、源氏物語別本修正族では以下の写本との競合を行っており、各条ごとに平均十種強の写本を取り上げて比較していることになる。写本の略号は原則として源氏物語別本修正のものをそのまま受け継いでいるが、 前田和夫こと教本を、ことから、前に変更したような例もある。また続編では、河地本とみなせる、写本以外はすべて別本であるとの方針を取ったために、部分的にのみ再録された国、冬本など一部の写本で、青表紙本であるなどとして採用しなかった巻について、改めて再録している。以下はほぼ全館の収録を予定している。以下は、 源氏物語別本修正では採用していない巻があったが全巻の収録を予定している。その他に現在までの刊行文において以下のような写本を収録している。写本の並び順は以下の通りとなっている。源氏物語別本修正、源氏物語別本修正続源氏物語は54条全体の漢本の場合。 約100万文字に及ぶ分量を持っている。この源氏物語別本修正では全体を各冊が、おおむね均等な分量になるように以下の15巻に分けており、1巻ごとに少ない巻で2条多い巻で6条入る形をとっている。この分け方は、源氏物語別本修正属にもそのまま受け継がれている。見開きの2ページごとに、見開き右側が、源氏物語の 本文編であり、底本と前兆にわたって競合されている、青表紙本の本文が記されている。左側は、諸本の本文移動が通覧できる、後意編となっている。源氏物語別本修正属ではレイアウトは、全面的に見直されており、以下のような違いがある。この、源氏物語別本修正では、本文の位置を容易に特定することができるように、 するために、源氏物語の本文全体を分節単位で区切り、本文編において、各項の下部に2桁ごとに区切られた3組の、計6桁からなる、分節番号を付している。分節番号の最初の2桁は、巻き順を表し、切りつの01で始まり、梅浮橋の54、で終わる。残りの4桁は、巻きごとに0001から始まる一連番号である。なお、 若名上下など、長大な巻で一巻あたりの、分節番号が1万を超えるため、そのままでは5桁になってしまうときには、10の代わりに、A、11の代わりに、B、12の代わりに、C を使用して、全体で4桁に収まるようにしているために、巻ごとの分節番号は、以下のようになっている。現時物語別本集成族では、長大な異文を収録することができるように四桁の、 枝番が付加されており、分節番号は全体で10桁になっている。なお、源氏物語別本修正属では、底本の分節の切り方の見直しを行ったため、一部に、源氏物語別本修正とは異なっている部分があり、飛び番号になっている部分も存在する。この、源氏物語別本修正の分節番号は、源氏物語の研究所や、 研究論文において本文上の位置を厳密に特定するために用いられている。本書に関係した学者が解説しているサイト。ありがとうございます。